今道忍と言います。長崎市の西留根市というところで、だいたい爆心地から 4.5km です。私の家族はですね、祖母と父と母と私と弟が2人です。6人家族です。原爆が落ちる前にですね、空襲警報が発令されたんですよ。その時裏の防空壕に避難したんですね。案外解除は早かったんですよ、原爆の解除。ただ解除になったんで、まあ、次の、警報が鳴るかもしれないということで、幼い5歳と2歳の弟を祖母に預けて、私と母が家に戻ったんです。8時ぐらいだから9時ぐらいには家に戻ったと思うんで、2時間ぐらい前ですね。そしたらね、僕から帰ってきたから、しかし空いたのでね、こうけん玉をしてたというのを覚えてるんですよ、けん玉。それ長くやってたのか知らんけど、で突然でしょ、家がバーッと揺れて、荷物が落ちたんですけど、棚の上が全てが落下して、仏壇も倒れたんですね。そして道路際の窓ガラスがガシャガシャと割れた。もうびっくりして怖くて、まず泣き叫んだそうですよ。で泣き叫んだけども、母がですね、手を引っ張ってお尻に押し込んだそうです。ただ怖くて、もう母がその後にですね、静かになってから母がですね、外に出たんです。見に行ったんでしょうね、多分外の具合をね。それで一人だけ残ったんですよ、私は。それを泣いてたのは今でも覚えてますよ、母が帰るまで怖くて。それは覚えてます。実は私にはですね、幼馴染で同級生の浜中敦君というですね、大親友がいたんですよ。この子もたてがみに家をあったんですけど、お互いに行き来してから遊んだり勉強したりしてたんですが、その人のお父さんはね、召集令状で戦場へ行ってて、それで亡くなったということで、一人っ子だったもんですから、おじいちゃんおばあちゃんのところで一緒に暮らすことになったんですね、お母さんの実家で。で引っ越したんですよ。その引っ越したのが8月5日なんです。その当時8月5日に原爆が落ちるなんていうのは想像もできませんし、また行った先が浜口町といって松山町の横ですよね。で私その日は見送り行ってね、それで帰りに敦君のお母さんが、今内君も次の12日の日曜日はもう家もね片付いてるから遊びにいらっしゃいと言って、多分その日は私原爆が落ちる日もですね、敦君と楽しく遊ぶということを考えていたんだというふうに思いますよ。もう行く、道路はですね、もうこの川後ですからね、全然きれいになってましたけどね、国道なんかはね。で国道に入ってからしばらくすると、やっぱり壊れた家とかできて、その先行くと今度は工場の跡でしょうね、こしゃげたようなね、鉄骨とかコンクリートの壁が一つとか、そういうのがありましたね。でそれから住むと今度はもうずっと焼け野原、限りしか残らない焼け野原で、馬の死骸がポツポツあるんですよ、黒焦げの。というのは当時運搬手段が馬車が多かったんですよね。だから馬の死骸が多く見られました。それでなんかね、人が 2,3 人集まってですね、こうなんか燃やしてるのが見えたんですね、私に。父に聞いたんです、あれ何を燃やしてるのって聞いたら、あれ多分亡くなった人を骨にしてると思うよって言ったから、まだこの籠ですから、そういうような形で、仮装もしてたんでしょうね。そういうのが集まって、何しろ私に聞こえたものすごく変な匂いに襲われたっていうのが強烈に覚えてるんですよ。父がこんなこと言ったんですよ。止まってね、第八車で行ったんですけど、第八車止めた時、忍びを右のね、お釜見てごらんと、あそこにはレンガのね、壊れた家があるやろと、あれはキリスト教のお寺って、浦上天主堂寺とか岩上教会って言ったって思うんだけどな、お前の友達と あそこが浦上先生のもっとずっと右の方だよって、そっちの右の方はもう全然家一つもない焼け野原だったんです。だから幼い私でもやっぱり、これも敦君もおばちゃんもお母さんもね、亡くなったんだろうと思いましたね。1969年に結婚したんですが、
結婚する直前になってね、女房のその親族の一人から、あんた長崎市出身なら原爆を受けたんじゃないかというそういう問い合わせが来たんですよ。それで私は、うん、いやいや私が住んでるところはね、住んでたところは原爆が撃ったらこれもずっと遠いところでもう関係ありませんと嘘をつく以外なかった。その時はもう言わないけど差別がひどかったんですよ、被爆者っていうのは。2週間たち1回たちうちにこちらでは紫の皮膚ができて亡くなるとか、それから髪の毛が抜けて亡くなるとか、先ほど言ったように鼻から血が、そう気づいたもんですから、当時は原因が分かりませんのでね、伝染病というふうにそういうふうに誤解されたんですよ。だから伝染病だとうつるかっていうことで身を置いたところも出なきゃいけなかった。それが一つ。もう一つは被爆者と、これも悪質なですね、風評被害なんですけど、被爆者と結婚して生まれる子供すべて障害児に生まれる、その当時は片輪が生まれるという言い方しよったんですよ、障害児が生まれるというね、そういうのがわーって言ったから、特に若い人たちのはね、もう被爆者と見られると結婚もできない、そういうことだから、もういわゆる申請しなかったんですよ。私も21年後ですもん。原爆のね、救済措置が現れたのはですね、戦後は12年後なんですよ。1957年に、原爆医療法というのが制定されたんですけど、私はそれで21年後ですよ。で、今やっぱり一番思うのは、今の日本の人口というのは 85% が戦争を知らない世代ですよ。もうそういう代にさって、今の生き方ってみんなそうですよね。だから戦争の本当の悲惨な戦争の方がですね、実相が風化しないかというのはやっぱり一番怖いですし、また原爆だって遠い昔のことだって忘れられるという、そういうやっぱり怖さもやっぱあるんですよね。もうずっと以前から私は被爆体験しないかというふうに言われてたんですけど、ずっと断り続けてたんですよ。それである日ね、被爆体験の人聞きに行ったのね、いわゆる戦争のことについてとかね、そういうこともやっぱり話をしてさ、二度としてならない、いわゆる原爆というのは戦争によって起きたわけだから、戦争の話をしなくちゃこの話にならんなということ、それだったら俺も話ができるじゃないかと、我々はどういうふうなことで平和を構築に向けて頑張るまいかもかという話をするんですよ。だから今はね、最後に私言うんですよ、どんな小さい子でもいい、あんたたち一人一人自分ができる兵を探して、そうやって行動してくださいって。小さなことでもね、これが集まって大きな、ね、力になってね、素晴らしい兵を発信できるよっていうのを最後に言うんですよ。ただ話だけをね、聞いてもらうだけではないんですね。やっぱり一緒になって平和のために頑張ってもらいたいと思うから。